満面見なのだ。今回はエルザの代わりに僕が喋るのだ。アンケートを取ったら僕の方が人気だったのだ。チャンネルをジャックするのだ。今回のお題は、前に出るには順に取ることについて解説をしていくのだ。前に出るってことはスプラにおいても重要なのだ。どの解説を見ても前に出ることは重要と言ってるくらい大事なのだ。でも前に出るって結構難しいことなのだ。考えずに突っ込んだらずんだ餅みたいにすりつぶされるのだ。すりつぶされないように前に出るためにも準備が大事なのだ。ということで、前に出るための方法やそのメリットを紹介していくのだ。最後まで見てくれると嬉しいのだ。まず前に出るという言葉はよく耳にするのだ。耳が痛くなって聞こえなくなるくらい言われているのだ。でもなんで重要なのかというのも考えることは大事なのだ。せっかくだから前に出ることのメリットを一度まとめるのだ。その1、ポジションが取れること。これはスプラをするなら基本の部分なのだ。ポジションが取れれば試合を制すなのだ。ゴンズイ地区で考えていくのだ。敵陣の橋を取ってしまうと面白いくらいキルが取りやすくなるのだ。これは前に出て良いポジションを取れるメリットがあるからなのだ。本当にいいポジションというのは前に出ないとなかなかないのだ。しかもこのポジションは一方的な状況を作れるのだ。このせいでゴンズイで何度も嫌な目に遭ったのだ。だから前に出て取りに行くことが重要なのだ。その2、敵の位置が下がる。スプラの対面においてはポジションというのはとても大事だけど、敵の位置関係も非常に大事なのだ。ポジションを取っても敵が自分の近くにいたら対面が始まるのだ。この状況で抑え込みとか無理なのだ。しかもデスしたらまた一からやり直しなのだ。だからポジションを取った後は必ず相手を抑えて敵を退けるのだ。方法はポジションを取るときにはサブやスペシャルを使うのだ。しっかりとその場から引き離すことが大事なのだ。トライストリンガーならサクッと直当てを決めてかっこよく決めるのだ。その3、味方が動きやすくなる。前に出ることのメリットとしてこれもかなり大きなことなのだ。味方を生かすことはスプラにおいて有利なのだ。知り合いの弓トップが言ってたのだ。味方が前に出すぎて溶けてしまったなどいろいろあるけど、サポートを的確にすることで原因を減らすことが大事なのだ。前に出るというのは味方と足並みを揃えることなのだ。だから出るだけで射程が届き自然とサポートができるのだ。ただ自分がデスしたら意味がないから逃げることも考えておくのだ。無理なものは無理なのだ。前に出る重要性もまとめれたのだ。次は前に出るために何をするべきなのか解説していくのだ。まずは前に出る時の問題点について考えるのだ。問題を理解してこそ前に出るためのヒントが見つかるのだ。前出る時の問題点は主に3つあるのだ。1つ目は足場が取れていない。足場が取れていれば前に出るのは容易なのだ。でもこのゲーム塗りがうまくいかないのが問題なのだ。特に後衛同士で組まされると前に出るなんて難しすぎるのだ。足場の確保が無理ゲーレベルなのだ。こういう時は後衛だろうが攻撃の合間に移動したい場所までしっかり塗るのが大事なのだ。次に移動したい場所を取るイメージが大事なのだ。2つ目はタイミングや場所がわからない。取りたい場所は簡単に言うと敵陣の後衛ポジションなのだ。後衛ポジションを取れると視界もよく動きやすいのだ。自分が後衛なら敵陣に攻撃が届くから一方的に攻撃できるのだ。でも問題なのはそのタイミングなのだ。タイミングは取りたい場所でキルを取ったタイミングが基本なのだ。キルが取れない限りは危険なのでしっかりと処理をするのが大事なのだ。3つ目はキルが取れていない。これについては頑張る部分なのだ。気合なのだ。頑張り尽くすのだ。キルが取れたということは
自分だけでなく味方も前に出る合図になるのだ。家紋だけではついてきてくれないから、キルを取ることが大事になるのだ。もしキルが取れないなら攻撃が届いてない可能性があるのだ。離れすぎてる可能性もあるから、ちょっとポジションを変えて対応をしてみたり工夫をしてみるのだ。これで問題点は終わりなのだ。次はこの問題点を消化しながらできる解決策を話していくのだ。まず解決策としては、前に出るルートを考えることなのだ。前に出ると言ってもどこを通るのかが大事なのだ。さっき話したいいポジションを取るイメージが大事になるのだ。良いポジションはいわば到着地点なのだ。ここまでどうやって進むか分かっていないと、前に出るときに見る場所や索敵が甘くなるのだ。ルートの考え方は、まず自分と敵の後衛ポジションを把握するのだ。出発点と終点の確認が大事なのだ。出発点と終点が決まったら、次はそれを結ぶ線を作るのだ。線をつなげたときにまっすぐではなく障害物を意識するといいのだ。障害物を挟むと敵の攻撃を避けながら移動ができるからなのだ。マヒマヒを例にしてルートを作るとこんな感じになるのだ。敵陣よりのルートになってるけど、前に出ることによって味方の動きやすさや攻撃の抑えがしやすくなる場所を通れるのだ。このポジション、実は攻撃がここまで届くので意外と攻撃的な場所なのだ。あとは気合で取れるように頑張るのだ。あくまで終点の強ポジを取るためと考えるのが大事なのだ。これでルートの作成は完成なのだ。ルートができれば次は場所取りの考え方なのだ。ここが結構重要なのだ。まずルートを通っていくときには必ず中継地点があるのだ。マヒマヒならこの辺りなのだ。出発点から中間点に移動するときは、この辺りの敵を排除する必要が出てくるのだ。ということは、一度この場所を抑える必要があるのだ。中間地点では次のポジションを取るために邪魔な敵を排除することを優先して行動を取るようにするのだ。キルが重なったりスペシャルで敵を下げることが確認できたら、すかさず前に出て次のポジションを取る準備をするのだ。ただし中間点は敵が奪いに来るから、丸のついた部分を押さえることは覚えておくのだ。中間地点が取れたからといって焦って前に進んでしまうとレスの原因になるので、落ち着いていくのが大事なのだ。ここで相手を押さえることができれば最終目的のポジションまで進みやすくなるのだ。あとは押さえ続けれるように頑張るだけなのだ。この考え方を持っていれば、前衛後衛関係なくポジションの取り方で活用できるのだ。マップの研究で射程の確認をしながら中間地点を決めるのがおすすめなのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。